こんにちは、ヤンです。天貝です。ダルマです。今日の企画はノーリアクション暗記選手権第2弾。やだ、前回好評でした。今日はこのランク順英単語、この中で特に難しい単語を覚えます。もういいよ、どうでもいいよこんなの。もう何されんの。わかって TV。 終了です。覚えられました。全然覚えらんねえよこれ。マジで。何これ。てかお前背中が痛いのマジで。あ、そうだそうだ。もうね、帝王やけどするマジでこれ本当に。はい。とんでもないの出てきた。さあでも本番は覚えたかどうかなんで。これやりすぎちゃうとこれ。うついしマジこれ。何これ。うわ。なんか落ちてくるじゃん。何これ。全然わかんねえ。行けます？え？はい、そうね。おお、5分の2。はい。皆さん5分の2という結果でした。フロアにだね。気持ち悪いんだよ。何なんだよその目。完全にチンチクリンじゃねえか。お前自分でブサイクって分かってんのか。お前俺より頭悪いんだから一生懸命勉強しろよ。立派な塾講師になれねえぞ。色白だな。白すぎて気持ち悪いんだよ。いやー最後すごかったマジ。おかしいやろこれ。やばい。一番耐えられなかったのが。舐められたの。舐めたね。掘り放たれた。優秀な塾講師ですから、合わせたの底力見せてほしいですね。ふざけんなよ本当。まあ、さんざん俺に言ってくれてたよな。耳元で。色白くて気持ち悪いんだよ。急に言ってきても。バカんなお前。お前なんだよ。しゃー残念。というわけで、山見先生の勝利です。イエーイ。負けんなよ。今日はこの辺でバイ。